バースデー、バースデー、バー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 スデー、バースデー、バースデー、バー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 スデー。みなさんこんにちは、サックス奏者の佐藤ひろとしです。ひろり、誕生日おめでとう。怖いよ。先日、誕生日を迎えました。ひろりおめでとう。ありがとうございます。6月20日はい、もうかなり前だね。多分ですけど、そう、投稿した時点ではもう半月から1ヶ月ぐらい前に、なってるかもしれませんが、はい、誕生日を迎えたということで、本日の企画は、お誕生日企画となっております。はい、まあ、こうミュージシャンとしてこうお誕生日といえばみたいなので、音楽ってつきものじゃないですか。はい、お客さんとかプレイヤーの誰かとかが誕生日だった時には、おちょっと1曲みたいなこともあるわけですよ。はいはい、まあ、あります、はい、そんな やったりします。はい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 、そんな時、じゃあ一番ベタ、一番ベタ、はい、これだと思う。これ以外なんかありました？いや、もう使い古されて飽きてきたんじゃないかと。みんな、そうなんですか？この時代は令和ですよ。飽きるとかあるんですか、誕生日？ニュースタンダード、私が、はい、さまざまなバースデーソングをこう調べてまいりまして、はい、その中からこれだっていうものを見つけてきましたので、はい、それをやりましょう。ということで、私が見つけてきたのはですね、ババババババースデーでございます。はい、ホストクラブ行ったことありますか？ないです。ないですか。はい、ホスト業界ではここ数年もう圧倒的に誕生日といえばこれみたいなのがあるんですよ。ジャズスタンダードみたいな。そうです、ホストスタンダード。ホストスタンダード。ホスト好き界隈の、まあ、女性陣たちはもう、あれねって、はい、今更これぐらいの感覚かもしれない、もしかすると。じゃあダメじゃん。いや、でも我々は知らなかったわけで、あ、はい、それをもうホストスタンダードからこうワールドスタンダードでね、この動画で変えてやろうじゃないかと。今後ね、ライブの現場であったりとか、はい、そういう時に誕生日に人がいた時には、ハッピーバースデートゥーユーから、バババババースデーに、シフトしてやっていただければと思いますので、練習していきましょう。わかりました。バースデイ、バースデイ、バー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 スデイ、バースデイ、バースデイ、バー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 スデイ、バースデイ、バースデイ、バー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 スデイ、バースデイ、バースデイ、バー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 スデイ。今日はひろりの誕生日、生まれて出会えてありがとうね。今夜は美味しくシャンパン飲めるのはひろりの笑顔のおかげです。俺めがけなくていいんだよ。こっち側に行くんじゃないか。